全力で読む名場面、ルパン三世カリオストロの城より、とんでもないものを盗んでいきました。パッパーパパッパラー、くっそー、一足遅かったか。ルパンめまんまと盗みよって。いえ、あの箱は何も取らなかったわ。私のために戦ってくださったんです。いや、やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。はい、失礼します。ルパン王へ地の果てまで呼んだ。パッパーパボンパンダ、ありがとうございました。